リーダーを務めていたダンプ松本。極悪同盟は1980年代に全日本女子プロレスで活躍したダンプ松本を中心とするヒールユニット。本校ではセガから発売された同盟のアーケードゲームと家庭用ゲーム極悪同盟ダンプ松本についても記述する。ブラックデビルの構成員だったダンプとクレーン優が上田新次コミッショナーの狂気使用禁止令を機に 軍団を解散し、ベビーフェイスに転向したデビル・マサミと山崎・五木に謀反する形で独立、1984年に結成した。同時期に人気絶頂だったクラッシュギャルズとの交渉は、容赦ない狂気攻撃による派手な流血、不祥箇所の狙い撃ち、国悪レフェリー・安倍・シ郎の不公正なジャージ、そして独特のパンクファッションによって、女子プロレスが、 社会現象になるほどの注目を浴び、男性プロレスマニアにも新たな客層を広げることに貢献した。一方で、熱狂的なクラッシュファンから生卵やカップ麺を投げつけられることが多かったため、外出は集団行動が多かったという、人気の後押しを受けて増殖を重ね、夕焼けニャンニャンなど一般番番組にも乱入要員として活躍。 1986年には短期間ながら WWF への参戦も果たしている。1988年のダンプの引退後は、ブル中野が軍団を受け継ぎ、極門島と改名して活動した。和は世界タッグベルトを奪取することはあっても、すべて初防衛戦でベルトを失っている。2000年代に入り、ダンプの復帰と共に再結成されたが、2009年4月29日の、 サソリの引退に伴い活動休止中。2011年、インディーで活動する男子レスラーのボンバー力抜け岩、ケンジと極悪同盟秘密基地を結成。2012年1月8日に開かれたブル、中野引退工業で人よ限りのブルとダンプによる極悪同盟復活がなされた。ニセクラッシュギャルズが登場して試合が再現され、最後はブルがホールに持ち込んで、 安倍志郎が高速カウントを取った。同年12月29日の LLPWX にダンプが参戦した際には、第二次極悪同盟のメンバーだったザップ T が、セコンドについた。2014年3月22日、大田区総合体育館で開かれた、長与ちぐさプロデュース工業、ザッツ女子プロレスでは、ダンプが香る、予報虎と組、ブル中野、クレーン U、影かホる。 ザップティが、セコンドで、10月11日、両国国技館で開催された、カンドリ・シノブ生誕50年ミスター半世紀イベントで、ダンプの試合入場時には、ブル、神崎・フミエ、影、ザップティ、チハルが参加した。2016年6月21日、高楽園ホールでの、朝鮮党プロレス FMW にはダンプが、ミスモンゴルとノーロープ融志鉄戦デスマッチと一騎打ち。 モンゴルが負けたら、モンゴル軍解散国悪同盟入りの条件で、試合が行われ、モンゴルは、勝利したがダンプと共闘し国悪同盟入りを、宣言した。7月9日、東京、新規バファーストリングで行われたダンプ松本&、堀田弓子主最高業、国悪暴走スペシャルエキシビションマッチにクレーン優が、ダンプと久々にタッグを組んで、かつての、全、女仲間でもあり、 親友のジャンボホーり、大森ゆかりのダイナマイトギャルズと OG 対決した。極悪同盟のセコンドには、ブル中野と影が掘る、サソリが参加した。ヒール集団であったが、リング外ではダンプを筆頭にクレーン U、ブル中野、コンドル、斎藤などの極悪メンバー全員の性格がとても、温厚でベビーフェイスの後輩も分け隔てなく可愛がり、世話をするなど、面倒見が大変良かったために、 多くの後輩レスラーから慕われていた。そのために前、女前世紀はダンプを慕って、ベビーフェイスから、極悪同盟へ、ヒールターン希望の後輩選手も多かったという。ダンプ自身駆け出し時代には前、女内で陰湿ないじめなどを体験しており、仲間同士のいじめや無視などの行為が大嫌いだったために、グループ内では、仲間の悪口や、告げ口、内緒話、陰口、 遅刻献金のご過剰があったそうで厳守させていたという。その他1986年にアーケード版としてダンプ松本のタイトルでセガから家庭用一色版が同年7月20日にセガマーク3用ソフトとして国悪同盟ダンプ松本のタイトルでセガからそれぞれ発売された。史上初の女子プロレスゲーム並びに実名で登場したプロレスゲームである。 アーケード版のシステム基盤は、セガシステム 16A を使用。極悪同盟か、フレッシュニアルズどちらかのユニット4人から2人を選び、相手ユニットのタッグチームと対戦する。登場レスラーは、ダンプ松本、ブル中の、ジキジキ、コンドル斎藤、ライオネスアスカ、長与千草、縦の清、山崎いつ家庭用では20連勝すると、ニューヨーク遠征。 30連勝すると隠し、ラウンドで宇宙人チームと惑星で宇宙タッグチャンピオンをかけて戦う。2015年にセガのアーケードゲーム事業を継承したセガインタラクティブのセガアーケードゲームヒストリーには他のセガのプロレスゲームの紹介は掲載されているが本作の紹介は掲載されていない。ファミコンロムカセットでも発売される予定だったが発売中止になった。 実はこのゲーム、業務用と家庭用では、基盤となったゲームがそれぞれ別にあり、業務用は、海外では、ボディースラムというタイトルで、家庭用は、セガマスターシステム、プロレスリングを、上記のレスラーと同タイトルに置き換えたものである。ボディースラムは、国内版と同じく女子プロレスゲームであるが、ダンプ、松本以外は、名前が変更され、音声も英語に差し替えられており、 タイトルのダンプにしないを叩いているシーンが追加されている。国内版、ダンプ松本では極悪同盟チームが、プレイヤー側で、ダンプ以外のキャラをリングに上がっている場合、ダンプに交代するときに、ダンプの登場ですというアナウンスが流れ、一定の面数をクリアすると、ゲームが止まってしまうというバグがある。プロレスリングは、女子プロレスゲームではなく、男子プロレスゲームとなっている。 伝説の女子プロレスラー大集合。初笑いぶっちゃけ座談会日刊大衆2015年1月13日。史上初の実名プロレスゲーム。国悪同盟ダンプ松本ミルフォンネット2008年2月19日2020年に2代目。株式会社セガに吸収合併。国悪同盟ダンプ松本に関するカテゴリー。ありがとうございます。